けますか。スパサカチャレンジクラブマスコットかけますかです。いや、橋本選手に東京ドロンパ書いていただきます。いつも見てるからね、スタジアムでね、目に焼き付けてありますからね。いやー、さあどこから書きましょう。タヌキだからね、タヌキ、あれ、タヌキです、タヌキです。目が大きいんですよ。かなり大きく書きましたね。結構いいかもね。角なんかもうちょいあった気がするんですよね。こちらです。角いいんじゃないですか。角ちょっと色逆だったけど、ここで白だ。しかも、はい、目とか似てますしね。結構高得点だと思いますけどね。80点ぐらい出せるんじゃないですか、これは。